皆さんこんにちは、ゆっくりマリサだぜ。ヨウムダミョン。本日は2024年5月29日に行われた、第37期竜王戦2組、昇級者決定戦。藤井猛九段と、三浦弘行九段の一戦をお送りするぜ。さて、ランキング戦で敗れはしたものの、来季1組昇級を目指すこの戦い、あと3つで昇級、という場面でぶつかるのは兄弟弟子、しかも両者、群馬県出身という因縁ですね。ニコニコからの将棋ファンにはおなじみのお二人、ちょっかいを出す天帝に、嫌がるミュウミュウ、どことなく、近所に住んでる小学生のような関係だ。見ているこちらも、ふっと笑います。鼻で笑う感じに草生えるぜ。そんなお二人の、シャレにならない昇級争い、対局の前にプロフィールを確認しましょう。まずは先手の藤井九段。1970年9月29日、群馬県沼田市出身、西村和義九段門下の53歳、今期竜王戦2組、順位戦 B 級2組、タイトル戦登場7回で竜王を3期獲得、一般棋戦優勝8回、みんな大好き、我らが天帝です。その棋風は生粋の振り飛車党、一時期居飛車に浮気もしたけれど、戻ってきてなんやかんや付き合う様子は、今では熟年夫婦の様子と言えるな。大胆に駒をさばく久保九段、固く囲って攻めたオス菅井八段、その二人とはまた違い、中央に金駒を繰り出す藤井九段、ガジガジする終盤といい、その言動とはやや離れた、インファイト気味の将棋が特徴です。本日は先手、あとはどの筋に振るのか、どういう作戦を立てているのか、序盤の組み立てから注目だ。それでは続いて、後手の三浦九段。1974年2月13日、群馬県高崎市出身、西村和義九段門下の50歳、今期竜王戦2組、順位戦 B 級1組、タイトル戦登場5回で棋聖を1期獲得、一般棋戦優勝3回、朴訥とし、ひたむきな性格と、それが現れたかのような、地に足のついた将棋が特徴で、じわじわと、重厚に迫る居飛車から、重く激しい一撃を繰り出すぜ。30年前、当時七冠完全制覇の羽生七冠に挑み、見事その一角を崩したのはまさに三浦九段。以降も、常にタイトル戦線で戦い続けており、弱い50を迎えた今も、その強さは健在です。というか、羽生世代もその後の世代も、戦士層が厚すぎるんだよ。黙々と、ただ前を見据えてひた進みます。さあ、それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤カミョン。今回はヨウムが先手、藤井九段。マリサが後手、三浦九段だぜ。それでは、お願いします。7六歩。3四歩。ふむ、今日の相手は弟弟子の三浦九段ですか。6八飛車、小細工は無用、代名詞の四間飛車で、正面から可愛がってあげますよ。4二玉、構ってほしいなら、最初からそう言ってくれ。1六歩、兄弟子に対するその態度、許せませんね。しばき倒してやります。はいはい。1四歩、茶番は置いておいて、盤面は想定通り対抗形。6六歩、飛車も、早々に四間飛車に決まったことだし。6二銀、対振りの定石で、まずは進めていこう。3八銀、前提の特徴、早くに銀を立つ序盤です。5二金右、船囲いからの発展を目指していこう。4八玉、それではしばらく手を進めましょう。3二玉。4六歩。5四歩。7八銀。5三銀。6七銀。ある程度進んだところで、保留していた飛車先を、8四歩、ついて攻めの準備に取り掛かる。5八金左、後手はゆっくり指したい意向なのでしょうか。3三角、さあ、それはどうかな。3六歩、玉当線も意識し、厚みを作りましょう。8五歩。7七角。攻めの王道は、飛車側の桂馬を、7四歩、うまく使い、連携のベースにすることだ。2六歩、金冠無理など、手厚い陣形を意識します。6四銀、7筋経由で、銀をねじ込む手を模索する。7八銀、後手の急戦志向に飛車先を通し、7五歩の仕掛けに、銀を咎める反撃を用意します。ふむ、こちらの仕掛けに対し反撃を用意することで、6五歩に対し、5五銀、7五歩と、仕掛けを潰していく狙いか。が、それはまっすぐ進んだ場合の話、先手の工夫にこちらも応手を用意して、5五角、ぶつかる前に角を進出、浮いた歩を狙うとともに、その先、強者を伺う未来を見せる。ですが、歩に紐を付けさえすれば、3七玉、空中に浮いて、ターゲットになるのでは？
当然それも想定内。むしろ、6五歩で銀を咎めるのに対し、角交換から銀を前に出す、攻めの手になる狙いだ。むしろ、先手は王様が前に出たことにより、火力の矛先が向きやすく。7五歩、早期決着も見えるんじゃないか ?6 五歩。戦術の通り角に圧をかけ。7六歩、角交換をせがむ。要求を飲むのは尺ですが、5五角。そしてこの手順、角を手元に収めるとともに、同銀、歩得を得ながら、7筋を押さえているぜ。むむむ、5六歩、取れば銀の動きを縛れます。ここを手抜いて。8六歩、続く歩成りが銀に当たり、こちらがお得だな。同歩、飛車先にと金を作られてはまずい。さらに攻勢は続く。4六銀、銀を押し売り、先手玉を引きずり出す。なんと、ただやん、と言いたいところですが、まんまとこの銀を取ると、王様が単独で浮くだけにとどまらず、飛車と同一ラインに並び、後々大手飛車の屈辱につながるわけですね。ここは、自ら銀バサミになってくれたことですし。2七玉、我慢してかわし、そのまま天守閣美濃に行こう。8六飛車、封じで返してくれば、7七歩成で反撃だ。6四歩、一旦受けず、後手陣に傷を入れます。同歩。後手陣の天井を軽く剥がしてから、8七歩、やってこいと、当たりをつけます。では遠慮なく、7七歩成、と金を作り、攻勢に出る。同銀。8七飛車成。銀が上がったことで8八に利きが入り、8八飛車、飛車をぶつけ、手駒に入れましょう。同竜。同銀。スペースを広げ、飛車を打ち込むつもりだろうが。6九飛車、それはこちらも同じだ。むむむむむ。8二飛車、後手玉を斜線に捉えつつ、銀に紐をつけます。ふむ、8九飛車なるとしたとき、銀に紐がついていれば。続けて銀を取ることができず、攻めに時間がかかる。その間に先手は矢をつけようという腹か。あいにくだが、目線はそちらには向いておらず。6六角、より筋肉質に、寄せを伺おう。むむ。4四歩、後手玉小瓶に嫌味をつけます。4二銀、と金に対応しながら飛車に対して壁にする。7七角、角にぶつけ、盤上から消したいです。甘い。4九飛車なる、覚悟の踏み込み、もう勝負を決めるつもりだ。同銀。飛車を切り、もう後には引けない。3九角なる、ここで決める。やらせはしませんよ。4八飛車、根性の飛車打ちで背後を受けます。それなら、2九馬、むやみに迫らず、戦力を整える。4六飛車。強者を取る手が、そのまま脇を睨み。1九馬、3七金以下の詰めろ飛車取りだ。させない。2八銀、馬取りに当てて詰めろを解除。これ以外にも、2五桂、桂馬の打ち捨てで詰めろを継続。豆腐。こじ開けた玉頭に強者を打ち込み、2六香、上に吊り上げ、連結を外す。同玉。取る手が、2七金の詰めろをかけつつ、2八馬、飛車取りにもなる、非常の一撃だ。ぐぬぬ、4三歩なる、耐えられそうになく、一流の望みをかけて攻めに出る。同銀。どうせ取られる運命の飛車ならば、同飛車なる、差し違えて攻め駒の補充にします。同玉、王様で取って、角のラインから遠ざかる。4五香。4四歩。同香。3二玉。4三銀。角のラインは、強者が邪魔で塞がったので、2二玉、金を取らせてかわしきれそうだ。3四銀なる、歩を払い、王様の退路を開きます。2七飛車、王手が途切れ、こちらの手番だ。3五玉。4六銀。4五玉。2五飛車なる。3五歩。ここまで来たら最後まで読み切り。3四竜、迷いなく、竜を切って寄せていく。同玉。先手玉には、すでに逃げ道はなく。2四銀。さあ、年貢の納め時だ。4五に押し戻されて。後手3五金、先手6四玉、後手5三銀までの詰み、結婚式の席でも詰め将棋をしていた三浦九段、さすがにここから間違いは起こさないでしょう。やはり弟弟子に負けるのは辛抱なりませんが、ここまで完膚なきまでにケチョンケチョンにされては、反論の余地もありません。負けましたー。
ありがとうございました。ボッコボコにされてしまいました。三浦九段の完勝譜を通り越して、圧倒と言える完勝だったな。まず、その戦略的方向性から。4六歩をついていることからも、先手の藤井九段は、ゆったりと組んで、玉頭戦を視野に入れた持久戦を志向していたが、三浦九段はそれを拒否するかのように、7筋を突き、急戦志向。さらに、玉頭戦の準備を進める先手に対し、後手6四銀、と上がった時点で、攻める後手、受ける先手の構図に決まったんだが、言ってしまえば、この時先手は、若干悠長だったとも言え。4七銀などで、早めに天井に支えを入れるか、定番の飛車回りで、後手の速攻に備えるか、守備面の対応を早めにするべきだったな。そして、その歪みを的確に捉えた、三浦九段の機敏な攻めが、準備ができていない先手の左辺を粉砕し、一気に優勢をつかみ取り、そのまま押し切った、思い切りのいい将棋だったな。最低限の駒で、見事寄せ切られてしまいましたね。この結果を受け、三浦九段は3回戦進出、あと2回勝てば、1組昇級が決まるぜ。次戦は、阿久津八段と阿部七段の勝者と対戦ですね。さあ、それではこの辺りでお開きにしましょう。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録を。ニコ動をご覧の方はいいね、フォローをお願いするにょん。さあ、それではこの辺で。バイバイキン。